ハロー YouTube ティーチャークーボー BM ですね。はい、いやー、久保さんとのねやりとりね、死ぬまで続きますからね。ね、久保さん、久保さん、いやー、雨ですね。雨ばっかですよ。まあ久保さんの人生の中にもね、まあ雨と思ってなかったかもしれないですけどね、久保さんね。なんだ、まあだけど、まあ動画でも言ってましたけどね、久保さん、久保さんがまあこんな状態になるとは、まあ僕は思ってなかったですね。僕は少なくても、まあ変なお客さんだなとは思いましたけどね。やっぱね、受信力じゃないですかね。久保さんね、やっぱ他の人と違った。じゃあなんでね、まあ同じ情報をね、まあ同じ情報を受け取ってたわけじゃないですか。まあ久保さんだから、久保さんはね、なんか個別コンサル、まあ当時ね、100万以上のね、なんか個別コンサルとかもね、まあ、あのバックエンドでね、あの塾のバックエンドで売ったりとかしてましたけど、まあ久保さんはそのね、高額なやつは入ってないですから。そう。まあだからね、見てるもの一緒ですから。で、見てるもの一緒なんだけども、なんで結果が違ったのか、そして今もなおやっているのかっていうと、やっぱ、受け取るものが違ったんじゃないですかね。同じ内容だけど。まあ僕もね、インターネットが出てきた時に15年前ですかね。まあ、インターネットはね、まあソフトバンクのその ADSL ですね、Yahoo BB、みんな配られてね、まあネットが出てきて、まあそれはみんな知ってたと思いますし、まあ今もね、まあインターネットガンガン出てるっていうか、まあスマホみんな持ってるし、なんか、まあそこはまあみんな知ってて、まあもはや昔に比べるとね、インターネットいっぱい出てるじゃないですか。まあスマホ開けばネットだし。だけどその受け取るものが僕もやっぱ当時違ったのかなっていう。まあこれからはネットの時代だと。まあ堀江さんとかね、三木谷社長も言ってましたけど、まあこれからはネットの時代だって起業したわけじゃないですか、二人とも。まあ僕はその時ね、そんなそのね、ライブドアとかね、なんだ、楽天とかね、まあ、そういうのは作れなかったけども、まあ少なくてもまあネットを通してね、まあ自由にやらせてもらってますけど、でもこれって別になんか特別じゃなくて。みんな知ってる情報だし、みんな感じていることだと思うんですよ。でもその感じる量だったりとか、深く考える量だったりとか、やってきた量っていうのがやっぱ他の人とは違うかなと。深く受信できたからこそ深く行動できたし、まあ深くね、やれたんじゃないかなと思いますよね。まあ展開してって。なんかまあチャンスだと思うんですけどね、僕はね、未だにずっとチャンスだと思いますよ。だって、まあ、最近ね、久保さん、池早さんと学さん辞めてましたね僕最近知ったんですけど、辞めてましたよ僕ね、ブログに関しては学さんがなんか1000記事ぐらい毎日書いたみたいに言ってたんで、クソーと思って始めたんですけど、なんか学さん辞めてましたね。なんか、まあ僕ブログ毎日書いてるんですけど今、まあだからね、なんか出てきてもやっぱ消えてきますよね。まあ学さんとか池谷さんとか15年前からいたかっていうと、15年前には行ってなかったですね、多分。まあ行ってたかは分かんないですけどね、ネットでこのバンバン出てた。まあでも学さんの YouTube、 まあ池谷さんはブログだからあれだけど、まあ結局みんないなくなるってことですね。なんか勝てるっていうね、勝てますね、やれば。まあこれはもう現行でもそうですからね。もう5ヶ月前に更新止まってましたよ、 YouTube ね、久保さん。いやー、僕たちは止まることがないですね、久保さんね。まあ、止まったら動画撮れるっていうね。
そう、うん、まあでもまあ久保さんの言う通りね、まあ僕も借金返し終わったんで、まあなんか変な感じっすよね。うん、なんか今までその全部稼いだお金を全部返済に回してたのが、まあそれがなくなったんで、まあちょっと甘えてる部分ありますけどね。昔に比べるとね、バックエンドガンガン売ってるわけじゃないので僕、安い商品をねちまちま売ってますけど、まあ、まあたまにやっぱ利益は取らないといけないですから、3ヶ月に一遍とか4ヶ月に一遍とか、まあちょっと高いの売りますけど、まあ昔に比べるとね、そう、昔はね僕もなんだ、何百万っていう商品をね個別で、まあ、直接会ってねクロージングしたりとかねやってましたけど、今もうそういうのやってないですね。まあ今年のね、まあ1年に1回ドリアカのね、販売はしますけど、今120万か、どれぐらい売れるかわかんないですけど、なんか一人ね今日来てたんですけど、まあ入ります言うてね、まあ年末入ります言うてましたけど、まあやることですね、やることですございます。まあ僕もねこんな人生を送るとは思わなかったですよ、本当に。何がどうなるか分かんないしね、でも何がどうあるか分からないからは面白いし、何をどうするのか結局自分次第ってことですね。まあ僕はもうなんだろうな、まあ久保さんと僕は多分まあ言われる、これからもずっと言われるでしょうけれども、まあ久保さんだからできたんでしょうとか、吉谷さんだからできたんでしょうとか言われるかもしれないですけど、まあ少なくてもね、僕は久保哲郎の、証人ですから、久保さんがダメなところを僕は知ってますし、久保さんもね、一番最初僕が表に出てなかった時の山口力のウェブ、あの20時間ウェブセミナーでね、ポンと僕がね、漢字が書けませんみたいなね、あの僕の、あれ多分ね、多分初めてなんじゃないかな、一般に出たの、あのセミナー。なんかね、ちょっとおまけで出ましたけど、まあ漢字書けませんみたいなね。そう。まあずっと裏方やってましたから。まあ久保さんも吉谷拓郎の証人ですよね。そう。まあ僕の歴史は僕しか知らないし、久保さんは久保さんの歴史は久保さんしか知らないけど、でも深く僕は知ってるし。まあ一般の人よりからね、だからまあ久保さんでも僕はできた、僕でもできたっていうところを、まあこの億万長者シリーズはね、やることの価値ですよね。まあその価値のバトンっていうお話をしましたけど、結局その価値っていうのはいろいろあるんだけども、やっぱやることの価値っていうのが、すごくあるよっていうのはね、やらない価値よりやる価値の方が何千倍すごいことが起こるよっていう。でもやらなければ何も生まれないし、やればやるほど価値は増えていくっていう。僕自身もね、だって普通に考えてね、120万とか高いじゃないですか。久保さんの速稼塾今頭金3万ですよ。で僕120万ですよ。それでも入りたいですっていう人いるわけですよ。でそれはなんでかっていうと、僕はやっぱ続けていることに対してまあ価値が出てきたかなっていうのはすごく感じますね。だからこれからもずっとこの活動を続けて、まあ、120万でも安いと思わせる行動量ですよね。行動してって、その行動したことに対して価値をこうつけていきたいなとは思いますけど、みんないなくなりますから、まあ、間違いないですね、久保さんね。ただ久保さんはいなくならないですね。こんなやり取りもなくならないです、マジで。これ言い切りますけど、久保さんもそう思ってるし、僕も思ってるし、一心伝心ですから。だから久保さんの動画見ててね、僕はあのねびっくりしたんですけど、あの久保さんのセリフあるじゃないですか、あのね送ってきてくれた動画のセリフね、僕ねあれですよ、あのその久保さんが言ってた頃言ってたことを今日ブログ書いてましたから、俺こう、俺がブログで書いたセリなんかコピー久保さん言っとるやんみたいな、気持ち悪いなみたいな、気持ち悪いなと思いましたけどね。もう以心伝心ですよ、阿吽の呼吸っていうか、もう繋がってますね、久保哲郎とリンクしてます僕はね。びっくりしましたね、ちょっとね、ちょっと気持ち悪いなっていう、
まあ、とりあえず、やる価値ですね。はい。いってらっしゃい。